天正18年、豊臣秀吉は天下を統一した。だが秀吉の死とともに世は再び乱へと動き出す。天下の実力者徳川家康と豊臣の臣石田三成が対立。彼らの争いは日の本を二分する大戦へと拡大した。上杉家は懇意としていた三成率いる西軍についた。徳川に反旗を翻し、家康を自領へおびき寄せんとする。だが家康は三成が畿内で挙兵したと聞くや、上杉に背を向けて関ヶ原方面に向かった。上杉重臣直江兼続の目論見は当たった。三成と上杉で家康を攻撃する体制が整ったのである。上杉は皇庫の憂いを断つべく、徳川に味方する隣国最上家の長谷道場に攻め入った。上杉の将長谷道の戦い。義殿下に示さん、お派手に株交換。三成、雪村、今日この日こそ歴史に刻まれる日だ。我らの気概が、義が、愛が、家康の数に勝つ日なのだ。まず家康に味方する山犬ども最上伊達を駆逐し、後輩を固めて万全の体制で家康との決戦に挑む。三成、しばし関ヶ原で家康を引きつけておいてくれ。やがて上杉が義を持って家康の背後をつき勝つ。影勝様、兼続殿の策に乗るのは危うすぎませぬか。義、義と、戦は義でするものではありませぬぞ。兼続が咲かせる義という花を咲かせ続けよう。それが幹として父母から影虎から継いだものだ。しかし花の一つも咲かせられずして何の幹か。上杉景勝、天下は広いが俺が主君と仰ぐのはあんたしかいない。前田刑事ならば問おう。何故景勝様に仕えようと思った。謙信から連なる上杉の家風ってやつに惹かれたのさ。あんたらからは戦の匂いがするんだよ。現に天下を治めようとしてるあの家康に喧嘩を売ろうとしてんだろ。やつは豊臣からの恩義を忘れ天下を奪わんとしている。上杉はその不義許すことはできる。義を高らかに歌うあんたは白い花だ。そして影勝、あんたはそいつを咲かせるぶっとい幹だ。俺も咲かせちゃくれないかね。戦国の最後を飾る歌舞伎花として。影勝様はお前の頼みを聞き入れた。早速最上伊達の討伐に加わり功を立てよとのこと。ははっ、王さ。最上勢のこもる長谷道場に進撃する。まずは前線の砦を制圧するのだ。Thank you.
敗だ。開門。よし、汗の城へ向けて突き進め。いつなりも関ヶ原で我らの消灯を待っているぞ。思う存分幅を咲かせ。明け道場には誰も近づかせん。最小限にとどめつつ南西の砦
条件変更。任せな！
伊達の騎馬鉄砲隊の力、とくと味わえ。期待には応えねばな。それゆえわしも負けられん。国は義と愛の前に屈したぞ。イエス姫、悠然と引き寄った。敵ながらあっぱれよ。我らは何とか切り抜けたが、三成は、雪村はどうなったのだ。悲しむな、白き義の花よ。それだけではない。私のせいで上杉家にも多大な被害をもたらしてしまった。影勝様、誠に申し訳ございませぬ。よい、武名の水友、驚くべきにあらず。影勝様。金粒、今一度義の花咲かせてみせよ。幹は変わらずここにある。何度でも散るがよい。
何度でも咲かせようぞ。まったく、自ら仕官しておいてすぐに陰性してしまうとは。ほら、手土産だ。こりゃありがたい。あんたの治水のおかげでこの辺りの土地もだいぶ豊かになったんだってな。景勝は見事、あんたを再び咲かせたわけだ。上方がまた騒がしくなってきてな。徳川と豊臣、数年の間に激突することになろう。我が友幸村はおそらく豊臣につく。私は友を討つことになるかもしれぬ。あんたは最後まで友の散り際を見届けるべきだ。景勝があんたをずっと見守ってきたようにな。もうすぐ太平ってやつは来るんだろうな。だが俺たちは忘れちゃいけない。太平は多くの散った花びらの上に成り立ってるってことをさ。こいつはうまい。やっぱり俺は泥大根だね。噛めば噛むほど味が出るってやつさ。お前、自分は花だとあれほど吹聴していたではないか。お、そうだっけな。まあ、戦国最後の花は雪村に譲ってやるさ。奥州における伊達の勇猛な戦ぶり、そして小十郎の裏工作により、政宗は小田原参陣を許された。政宗の降伏後すぐに秀吉の天下統一はなった。だが秀吉が死ぬと、世は再び騒乱の渦に巻き込まれる。天下の実力者徳川家康と豊臣配下石田三成が対立。二人の激突は時間の問題とされていた。慶長5年、家康は上洛命令を無視し、反旗を翻した上杉家を征伐するため会津へ出兵。徳川に接近していた政宗や最上家は家康の命に従い上杉領に侵攻した。ところが石田三成が挙兵するや、家康は軍を転進。上杉と戦っていた最上は孤立し、窮地に陥る。政宗は上杉軍が包囲する長谷道場に向かった。もはや焦りの色はない。龍は天下の先を見据えていた。東北の将、長谷道の戦い。天かける龍となる。承知いたしました、政宗さん。今頃日の本のど真ん中じゃ家康と三成がやり合ってる。気になるかね、政宗。わしのやるべきことは一つ。この戦に勝ち、新たな時代の礎を作ること。それが父上をはじめ、戦に散った者に対する務め、家臣や民、今を生きる者たちに対する務めじゃ。天下人の称号は家康にくれてやるわ。行くぞ小次郎。
はい、政宗さん。久しぶりじゃな。何の用じゃ。気合う前に挨拶をと思ってね。いろいろあったが、今じゃ俺は上杉の人間だ。相変わらず読めん男じゃ。いきなり消えたかと思えば敵として現れおる。なぜ上杉に着いた。信長、秀吉、そして家康、時代の流れに乗って天下を得ようとした英雄の裏には、久秀、光秀、勝家、宇治康、時代の流れに抗い散っていった花がある。政宗、俺も花なのさ。戦国最後の歌舞伎花だ。上杉景勝は幹となって俺を咲き誇らせてくれる。そして景勝は望み通り最高の舞台を用意してくれた。東北の関ヶ原、相手は独眼竜だ。よう分かった。ならば貴様はわしが見事に散らせてくれるわ。はは、粋なもてなし歓迎するぜ。味方に先行して駆けつけたはよいが、思っておった以上に状況は悪いな。ですが、吉明様も同じ桃源郡です。配送していただくわけには参りません。上杉勢は白攻めに気を取られており、奴らの背後を襲い長谷道場を救うのじゃ。カナ・マサムネ諸君、上杉の気概を見せよ。速やかに長谷道場を落とすのだ。敵兵が減り、警戒も薄くなりました。今こそ黒羽ばき組の出番にございます。開門。本陣がある。後の一手のため攻めておく価値はございます。開門。これにてご無礼ながら上杉の喉元へ刃を突きつける準備整いましてございます。これでを制圧せよ。長谷道場への道を切り開くのじゃ。血のめします。おいおい、吉明が攻撃されてるぞ。やべえんじゃねえか。ご無礼ながら落ち着かれてはいかない。今少しで我らも城内に突入できます。
では本気で。道場を乗る。気泡がございます。遅れていた味方と最上の増援が到着しました。よし上杉、影勝を追い詰めよう。伊達の確固たる意志、天下に示すのじゃ。開門。戦後から出てきた。はい、もはや本国に戻るのに。承知じゃ。諸君、速やかに南西の砦に撤退するのだ。開門。蹴散らしてくれる。敗北条件変更。困りました。ただつまえ上杉の熱き気の魂を団結して、上杉の危機を乗り越え。お許しください。雪村、どうか無事でいてくれ。強敵兼次は打ち破った。戦場中央にもはや敵なし。影勝のもとへ急げ。もっと影勝は撃たせないぜ。惚れた男、守り通せない戦に脱いよ。敗走。水原近則が務める。信仰の時代から培った武勇。いよいや開門。蹴散らしてくれる。バカだよ。そのフルツアモノが出てきよった。剣をつかむ。ここは早く片付けて影勝を追え。困りました。反撃な影勝、俺は後から追いつく。デモン
戦役を蹴散らしてくれる。戦役を片付けねえと義明が危ない。申し上げておきたい義がございます。政宗様、以前私は秀吉様に5万石で使えぬかと誘われたことがございました。なぜ今になってそれを申す。今の政宗様は前を向いていらっしゃいます。固執はされないと存じました。わしは一刻も早く乱世を終わらせたい。そして日の本が進むべき新たな形を示したい。父やわしが育ったこの奥州の地より、小十郎、これからもわしを支えてくれ。六は五万石とまではいかぬじゃろうがな。承知いたしました、政宗様。よし、勝ち時じゃ。
肩の力が抜けていい大将になったんじゃねえか。ええ、みんなよく聞け、太平の幕開けはこの奥州からよ。